こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、40代大人の秋コーデベスト3というテーマで動画をお届けしたいと思っています。 まあ最近ですね、だいぶ気温が下がってきたかなと思うんですね。まあ撮影してる今日もですね、結構肌寒くて、さすがにアウターが一枚あった方がいいかなというような気温なんですが、まあそんな時にですね、特に40代以上の大人の男性は、どんな着服を着ればいいのか、このあたりについて、まあ年代でちょっと区切りながらですね、今回は動画をお届けしたいなと思っています。僕の動画はですね、結構30代の方から40代の方まで見ていただいてるんですけども、結構ですね、30代の着こなしと、 40代の着こなしってちょっと方向性が変わってくるかなと思ってるんですね。まあ、どのような違いがあるかというと、定番とトレンドというところがあったとしたら、まあ、30代の頃は、 ある程度トレンド感を強みに出してもバランスが良かったりするんですが、まあ、40代以降になってくると、まあ、トレンドも大切なんですけども、ある程度ベーシックで、まあ、他人から見られた時にも違和感がないようなバランス感覚ですね。このあたりも重要だったりするので、まあ、そんなところをしっかりと抑えながら、ベーシックかつトレンド感も程よく抑えたスタイルをですね、皆さんにご紹介したいなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。 こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの今日もですね、なるべくわかりやすく解説していますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう はい。ということで、早速ですね、40代向けの秋コーデ、一つ目から解説をしたいなと思ってるんですが、まずは主役になるのはですね、こちら、ライトなですね、アウターで、形はカバーオールになっていますね。まあ、このようなものが最近こうトレンドになっていまして、いろんなショップでも見かけるかなと思います。丈の長さはですね、そんなに長すぎないので、秋の着こなしの中でもそこまで寒くない時には、このようなライトなカバーオールなんか1一枚あると、すごく便利かなと思います。まあ、以前の動画では、ジージャンなんかもお勧すすめしていたかなと思います。 と思うんですがデニムジャケットよりは丈が長いので適度に大人っぽさも漂いながらなおかつこういった そんなに長すぎない竹のアウターというのは最近のトレンドでもあるので、大人の男性でもですね、気軽にトライしやすいアイテムかなと思います。本来カバーオールというと結構ワークテイストが強くて、結構カジュアル方向に振りすぎちゃうことが少なくなかったんですが、最近はですね、こういった割とこうプレーンで素材感だとか色使いが大人っぽいものも増えてるので、こういったものであれば40代の大人の男性でも似合いやすいんじゃないのかなと思っています。今僕が着てるのはグリーンレーベルで1年半ぐらい前に買ったものなんですが、 のチーズも結構似たようなカバーオールが出ているので、まあそういったもので対応していただければなと思います。これが1枚あれば、内側は t シャツでもいいですし、今のようにシャツでも合うので、かなり使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。そして内側なんですが、今回はバンドカラーのシャツを取り入れてみました。カバーオールの方にですね、襟がついているので、内側に着るシャツがしっかりとレギュラーカラーがついているもの、NG ではないんですが、ちょっと襟が2つ重なるのはうるさく感じるので、個人的にはこういった内側に着るシャツはバンドカラーシャツですね。襟元がスッキリとしたものの方が、よりですね、収まりがいいんじゃないのかなと思っています。で 白無地のバンドカラーシャツなんかももちろんこの着こなしには合うんですが結構使ってる色がグレーですとかブラックですとかシンプルなものが多いのでワンアクセント欲しいなと思ったので今回はストライプ柄のですねバンドカラーシャツを合わせてみましたアウターの丈よりもちょっとシャツの方が長くなるのでこういった長さをですねちょっと微妙に変えるようなレイヤードスタイルも使い勝手がいいかなと思うのでぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っていますちなみにこちらは僕のブランドのオリジナルのものなんですがちょっとしばらく欠品して してたんですが10月ののぐらいいいにはです、ね、入荷すするのでぜひチェックをしててただければなと思っていますそして、ボトムスなんですが、もう動画の中では大定番となっている、ブラックのイージーパンツですね。まあ、いろんなチュレットのものがあるんですが、今回は40代向けの秋コーデということなので、スマートアンクルパンツ、ユニクロの名作ですね。こちらを合わせてみました。僕自身はタックテーパードパンツのような、ちょっとゆったりめのものが好きなんですけども、40代以降の大人の男性であれば、そこまでトレンド感振りすぎない方が、 ハマりがいいかなと思うのでスマートアンクルパンツもしくはグローバルワークのアーバンスラックスですねこのあたりがやはりですね太すぎずにテーパードもしっかりと効いてるのでスタイルも割とよく見えやすいかなと思います上半身はトレンド感のあるようなものを取り入れたらボトムスなんかはスッキリとこういったベーシックな1本を揃えていただけると非常に使い勝手がいいんじゃないのかなと思っていますそして足元なんですが白のレザースニーカーですねまあ、様々白レザースニーカーもバリエーションがあるんですが、まあ、最近ですね気に入って よく入っているのがこちらのグリーンレベルのジャーマントレーナーでソールまでオールホワイトのものなんですねこれがかなり綺麗めに見えるんだけどもジャーマントレーナーのデザインのディティールも入っているので少し癖も感じないので個人的には今使い勝手が一番いいのかなと思っていますただやっぱりジャーマントレーナーの独特のデザインが苦手な方もいらっしゃるかなと思うのでそういう場合はオールスタークップですねこちらの画像のようなものを合わせてもらえばこれまたバランスが良くてベーシックな着こなしが完成するかなと思うので ぜひこの着こなしも皆さんトライをしていただければなと思っています。はい、続いて2つ目のコーディネートなんですが、 今度は秋の中でも先ほどのようにですね、夏の延長線上でまだそこまで寒くない時ではなくて、もうちょっとこう冬の手前ぐらいの着こなしをご紹介したいなと思ってるんですが、先ほどはお尻がちょっと隠れるぐらいの長さ、結構コンパクトだったと思うんですが、今回はステンカラーコートですね、こちらを合わせてみました。より竹の長さが出ることで秋らしさだとか季節感みたいなものは漂うので、このようなコートも個人的には大好きですね。秋らしさを感じるので、ぜひ皆さんトライをしていただきたいなと思っています。 僕が今来てるのはですね、これ。 今季のものではなくて、先シーズンですね。ユニクロ U の春夏のですね、コレクションで発売されていたステンカラーコート。これがですね、めちゃくちゃ気に入っていまして、まあ動画の中でも何回かご紹介したかなと思うんですね。春に着るのもいいんですが、正直ですね、これ秋に適した一枚だなと思っています。というのも色合いがベージュとブラウンの間ぐらいのところなので、非常にですね、秋らしいカラーと呼べるんですね。これめちゃくちゃ良くて、 ぜひ皆さんですね、もう店頭では売ってないかなと思うんですが、メルカリとかで売ってたら、ゲットしてもらいたいぐらいおすすめのアイテムです。今シーズンもユニクロ U で同じようなですね、ロング丈のコートをやっているんですが、色はオリーブなんですね。確か素材がブロックテックということで、また風合いが変わってくるんですが、こちらコットン100%で、表面にですね、柔らかい光沢感が漂うんですね。この色合いの美しさといったら、もうめちゃくちゃ満足度が高いので、ぜひですね、秋のコーデに 使っってていいいたただきたいなと思っています。こちらのコートをですね、主役にしながら、内側は白の丸首の T シャツと、さらにはユニクロのスフレヤーニットですね。これ、先日のニットの比較の中でも、僕の中ではナンバーワンに挙げたものなんですが、この色合いと風合いがすごくいいので、今回着こなしに取り入れてみました。まあ、オリーブという色自体が、ちょっとこう、やぼったさも感じたりだとか、クロート感の漂う色合いなので、ちょっとですね、襟元に白 T を見せることで、爽やかさを感 してあげるととよりバランスがいいいいんじゃななのかなと思います結構このようなベージュ、ブラウン系の色とオリーブというですね、アースカラー同士の合わせというのも使い勝手がいいので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思います。本来ではちょっとや暮ったくなりがちなんですが、ロング丈のコートということで、綺麗な要素も加わるので、意外とバランスがいいんじゃないのかなと思います。で、ボトムスなんですが、今度はですね、ブラックではなくてダークグレーを合わせてみました。これ昨年グリーンレベルで購入したものなんですが、スマートアンクル パンツのようなももまわりやゆったりしながらのテーパードというところで大人の男性には似合いやすいシルエットかなと思いますもちろんブラックのパンツでもいいんですがいつもですねブラックのパンツは散々使い倒しているので今回はダークグレーを選んでみましたまあ、上半身にですね色の特徴があるのでボトムスはすっきりとブラックだとかダークグレーで引き締めてあげるのが使い勝手がいいかなと思うので、まあ、このようなパンツぜひ使っていただければなと思っていますで足元なんですが先ほどの白レザースニーカーで全く問題がありませんよりベーシックな 形であればそういったものが鉄板で合わせやすいかなと思うんですが今回はニューバランスのですねグレーのスニーカーを合わせてみましたステンカラーコートってかなり綺麗なアイテムなのでそれに対してスニーカーで少しカジュアル感を出すという着こなしは個人的に好きなんですね大人の男性がニューバランスを使うときにはこのようにちょっと小綺麗なコートと合わせていただければ意外とおじさんっぽく見えないのでま一、あ、つ参考にしていただければなと思っていますただアイテムに関しては手持ちの白レザースニーカーとかでもいいのでそういったものでぜひ代用して いいただければなと思いますこのスタイリングもですね、結構大人の男性には似合いやすくて、ステンカラーコートで言うと、ネイビーだとかブラックを選んでしまいがちですが、こういったベージュだとかブラウン系の色のコートを着ることで、一気に人との違いも出しやすくなるので、ぜひトライをしていただければなと思っています。 はい、続いてラスト3点目はですね、かなり王道なスタイル皆さんにご紹介したいなと思っています。ネイビーのセットアップですね。まあこのようなスタイルというのは特に大人にはですね、ハマりやすいかなと思うんですね。もうスーツの延長線上で着慣れてるというところもありますし、小綺麗さが一発で出せるので、ネイビーのセットアップはもうマストアイテムだと思うんですね。こちらをベースにしながら中にはですね、丸首のアイボリーのニットを合わせたというですね、も、ま、う、あ、本当にですね、これ綺麗めなスタイルとして は使い勝手が良くて場合によってはもうビジネスカジュアルでも使えてなおかつ休日でもちょっとこう奥さんと一緒にデートに行ったりだとか食事に行くときなんかにはこのようなスタイルは使い勝手がいいんじゃないのかなと思いますで今僕が着ているのはグリーンレベルのセットアップなんですがサイズ感としてはあまりこう細身すぎないような形になってましてまあ、適度にですねゆとりがあるんですねまあ、このようなサイズ感もですね個人的には結構好きなんですねでボトムスに関しても結構ですね腰回りにドローコードがあって たりしてカジュアルな仕様になっているので、タックが入っていることで腰回りもゆとりがあり、少し丈も長めにとっているんですが、このようなセットアップだったら、割と休日でもサライと着やすいんじゃないのかなと思います。まあ、素材感なんですが、結構季節ごとにいろんなものが出ていて、秋冬は肝感があるものも多かったりするので、まあ、そういったものでも全然いいかなと思うんですが、個人的にはですね。結構オールシーズン使えるような。そんなに季節感が漂わない素材がですね。1着あれば結構様々な季節に使えるので使い勝手がいいんじゃ。ないの かなと思っていますそしてその内側にはですね、春夏だったら白 T とかを入れることが多いかなと思うんですが、これが秋冬になったら丸首のニットですね、ハイゲージ、結構目が細かくて、なおかつですね、薄手のものが1枚あるとすごく使い勝手がいいんですね。秋冬の白 T 感覚がこのまさに丸首のニットかなと思います。こちらは今季のナノユニバースのものなんですけども、首元がしっかりと詰まっているので、変に空気が出ないんですね。 ここの空きが結構出ちゃうものって、ちょっとこうだらしなく見えたりだとか、あんまり小綺れに見えなかったりするので、しっかりと首元にフィットしているニットは、個人的には好きなんですが、なかなか良いものが見当たらないんですね。こちらはもうジャケットに対応するようなニットになっているので、割と襟がしっかりと詰まっているのと、あとはですね、首元、ここに高さがあるので、ジャケットの襟裏が汚れないっていうところも結構ですね、使いやすいポイントかなと思います。このような形で休日のセットアップを組んでしまうと、 めちゃくちゃ楽なんですね。というのも、セットアップってもう、ここが固定されてるので、あとは内側に入れるものですね。ここを、春夏だったら T シャツ、秋風だったら丸首のニット、もしくはバンドカラーシャツですね。最初の方にご紹介した、ストライプのバンドカラーシャツと合わせても、結構バチッと合うので、すごくコーディネートが簡単だというところが、セットアップの良さかなと思います。で、足元のスニーカーに関しても、今はですね、ジャーマントレーナー合わせていますが、他にもローファーなんかを合わせれば、よりビジネスカジュア リアルっぽい見せ方もできますしあとはよりトレンド感の強い形だったらクラークスのワラビーだとかそういったもので外しを聞かせてもいいかなと思うので、まあ、セットアップは本当にですね改めて使い勝手がいいかなと思うのでぜひ皆さんもですねお手持ちのネイビーのセットアップがありましたらこのような形で秋のコーディネートを楽しんでいただければなと思っています はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、40代大人の秋コーデベスト3というテーマでお届けをさせていただきました。まあ、それぞれベーシックかつトレンド感が程よく混じっているようなスタイルなので、ぜひ皆さんもですね、トライをしていただきたいなと思います。まあ、あくまでこれらはベースにしていいかなと思うんですよね。例えば、今回ご紹介した一番最初のカバーオールだったら、内側はバンドカラーシャツを合わせていましたが、T シャツでもいいかなと思いますし、ステンカラーコートの内側 側なんですけどもニットじゃなくて逆にバンドカラーシャツの白とかでもいいかなと思いますセットアップの内側も結構シャツとかでも相性がいいかなと思うのでお手持ちのものでちょっとカスタマイズをしながら着こなしの幅を広げていただけるときっと皆さんのしっくりくるスタイルがですね完成するかなと思っていますこれからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですねなるべくわかりやすく解説したいなと思ってるんですがもう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートの解説に関しては僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています。また、なかなか動画をゆっくり見る時間がないという方のために、オンラインサロンも開催をしています。そちらは写真と文章ベースでおすすめのアイテムですとか、コーディネートをどんどんご紹介をしてますので、こちらも気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。